っこいいギタリスト竹下敦史です。今日はね、私が使用しているメトロノームをご紹介しましょう。ダン、ほらとんでもなく年代もんでしょ。私の使用しているピックアップ P90 と同じ色、ほらおそらくね、このメトロノームね、私は小学生の時に買ってもらったもんじゃないかと思うんですけどね、今でもちゃんと動くんですよ。素敵でしょあのね、メトロノームって安いもん買っちゃダメですよ。これもね、相当にいいメトロノームなんですよ。違いわかるかな。チャッカって、あのね、安いメトロノームってダメなメトロノームで練習するとね、リズムが悪くなる。絶対あの間違いないですよ。よくリズムマシーンでね、アンプにリズムマシーンがついてて、それでね、あの練習したことあるんですけど、なんかね、自分のリズムと合わないんですよ。でよくね、タケちゃんリズム感悪いねって言われたんですけど、違うんだよなと思って、そのアンプのについてるリズムマシンのリズム感が悪い。もともとね、私ね、三拍子だとね、相当にリズムキープするんですよ。あの三拍子でね、1-2-3-2-2-3-3-2-3-4-2-3-5-2-3ってやるでしょ。これをだいたい3分やって、誤差 0.5 秒以内。メトロノーム使わないですよ。ただ口で、体内で1-2-3-2-2-3-3-2-3-4-2-3ってのをまず3分6音するわけですよ。で、もう一回1-2-3-2-2-3-3-2-3-4-2-3、これをやって2回やって2回ともで誤差 0.5 秒以内じゃないとまず話にならない。でね、3拍子はそれぐらいにリズム感良かったんです。4拍子になると途端にね、ダメだったんですよ。なぜかというと、体が3拍子だから。竹下敦史、敦史って呼ばれ続けてたわけです。敦史、敦史、敦史ってね。そんなに敦史って3文字呼ばれてたら敦史になっちゃいますよ、そりゃ。敦史、敦史、敦史、たら、あ、敦、まあいいだから、いい、かっこいいだから、このね、三拍子の癖をね、救ってくれたのはね、ジェクサーだ。双子玉のね、焼き鳥屋さんで飲んでたんですよ。で、タケちゃん全然四拍子のリズムキープができないと。ジェイクだったら20分やって誤差コンマ5秒以内に収めるって言うんですよ。わあ、こいつやっぱ半端じゃねえなと、すげえギタリストだなと思って、だね、焼き鳥食いながら、タケちゃんさ、3拍子を4拍子に変換すればいいだけだよって言うんですよ。どういう意味って言ったら、よくタケちゃんさ、話するときに、うんって言うじゃんって。確かに癖でね、必ずうんって言うんですよ。なんとかだね、ホンダ、って言うんですよ。で、うんって言うのが口癖なんだったら、ギターもね、
運から始めればいいんだよって。コロナはね、うんって。で、うん、うんって思って、うん。キープできるようになりました。そうか、うん、たけ、うん、あつし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 、これ4拍子になるわけです。あつし、あつし、あつし、あつしだったのが、うん、あつし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 、一拍目は決して4拍子、一拍目に休符を入れた4分の4拍子になれたわけです。突然ね、4拍子のギターが弾けるようになったんですよ。今までこれが弾けなかった。中学生の時にね、こういうね、これ一発でね、オリコン1位取った友人のギタリストがいまして、そいつにかなわねえなと思ってエレキギター諦めたんですけど、たまたま駅で会ったんですよね。隣の中学校だったんで、まあ最近ね、駅で会って1年ぐらい前かな。チャブさ、チャボってあだ名なの、昔のあだ名なんですけど、チャボさ、ギター弾いてるよねって言われて、いや、最近ギター弾いてねって言ったら、なんだよ、ちょっと切なそうな顔して、ギター弾きなよって言われたんですよ。オリコンの1位取った男にですよ。で、いや、お前に負けたからギターやめたんだけどなーって、ここまで出かかったんですけど、言わなかったです。で、そいつはね、全然ね、勝ったとか、オリコン1位取ったとか、そういうことをね、全く自慢にも何にも思ってないですよ。言ったのが、夏だったのかな。俺さ、棒乗りで、ギター弾くから今度、見に来いよって言うんですよ。棒乗りでギター弾くと思って。盆踊りでギター弾くってかっこいいじゃないですか。ああ、やっぱこいつにかなわねえなと思って。その週オリコン1位ですよ。そいつが書いた曲が。で、ギターをプレイしてて、やっぱかっこいいわけですよ。なのに、全く、まあ、原因は若いさんですよ。女性ボーカルの。うん、いや、木村若いさんの曲、いいよねって言ったら、あれね、って言って、まあそれはいいんだけどさ、それより盆踊り、今度盆踊りでさ、ギター弾くから見に来いってすっげえ嬉しそうなんですよ。その時にね、思いました。頂点、ある意味頂点ね、オリコン1位って頂点じゃないですか。作曲家として、撮ったやつってもう次見てるんだなと。結局オリコン1位撮ったからってどうってことないってことですよ。そんなことより地元の皆さんにね、どれだけ貢献できるか。まずは地元、まずはお隣さん。俺だったら玉堤の町内の盆踊り大会で、まあ、ここのところね、ウイルスなんだかんだでいろんな催し物がうまくいかない中で、盆踊りでね、太鼓とか叩いてる加藤幸喜君っていう、まあなかなかにいいドライバーがいるんですけど、彼なんて盆踊りで太鼓叩いてるわけですよ。そういうね、
地元の人を喜ばせるパフォーマンス、それができないでいて、何がギタリストだと、音楽家だと、自分自身をね、やっぱり恥じましたよ。だからね、まずはね、地元の皆さんに喜んでいただく、そのことを考えなきゃいけないと思ってね、本当に町のゴミが落ちてればね、私拾いますよ。拾って自分でゴミ掃除します。まず町をね、自分の